皆様こんにちは。ボケ病院の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、血糖値の高い医師がなぜ桑の葉茶を飲むのか、血糖値が高い医師がなぜ桑の葉茶を飲むのかというお話をさせていただきたいと思います。桑の葉茶っていうのはですね、結構糖尿病にいいというサプリの中で、サプリというか食べ物や飲み物の中ではですね、かなり有名でありまして、で実際、僕も実は糖尿病ではないんですけども、食事した後にちょっと血糖が高めになるものですから、朝はあんまり糖を取らないからあれなんだけど、昼と夜は必ず食事の時に桑の葉茶を飲んでいる。で実際僕の大学の同級生なんかもですね、こうやって桑の葉茶を飲んでる人っていうのは結構いらっしゃるんですね。桑の葉茶って何なのっていうところからお話をするわけなんですけども、日本人には桑というのはすごく馴染みが深いんですね。桑の葉っていうのはですね、要するにお蚕さんの時にあるから、皆さん割と、桑ね、昔おばあちゃんの家の周りに結構あったみたいな感じで、で、この桑の葉っていうのを煎じて飲むというのが割とこう根付いているんですね。で、実はもうかなり昔からですね、こう薬として桑の葉茶っていうのはこう認識されてみたいで、もう約1300年前の唐の時代にはですね、どうも、桑をですね、お茶代わりに飲めば、口渇を止めるっていうふうに言われてるんですね。これどういうことかっていうのは、口渇っていうのは口が乾く。要するに糖尿病になると口が乾くということなんですね。で、それ以外にもですね、日本で最初の、お茶の本っていうのがあるんですけど、その中の永才さん。永才さんって、仏教の開かれた永才さんですね。が、桑の葉茶を服用すれば数日で飲水病、いわゆる糖尿病のことなんですけども、が効果を示すと書かれています。飲水病というのは、糖尿病って喉が渇くから、どんどん水を飲むというのが、治るよということなんですね。だから、どこも昔から桑の葉茶が、糖尿病にいいというのはどうも分かってたみたいですね。なんか我々からするとですね、そんな昔の人、糖尿病の人なんておったのって気がするけどもですね、今、大河ドラマでですね、光の君へというのがやってますけども、あの中に出てくる藤原道長なんかはかなり糖尿病で苦労してたみたいです。もうそもそも平安貴族というのは運動をしない。運動しない割には、食べるものは豪華に食べてたから、だからどうも糖尿病に苦しんでいる人はどうもいないんですね。で、じゃあ、桑の葉茶って、どんな効果があるのっていうとですね、まずもう本当に糖尿病に関してはですね、結構、理論的に、糖の吸収を遅らせるという、効果があるんですね。だから、桑の葉茶はですね、この、デオキシノジリマイシンっていう、DNJ と我々は言うんですけど、それが自然界で唯一大量に含まれている植物と言われているんですね。だから、食事なんかと一緒に飲むとですね、糖の吸収を遅らせる。だから特に僕なんかは食の高血糖があるもんですから、そういう人間にとってはとても理想なんですね。で、かなりまた桑の葉茶っていうのはですね、繊維が豊富に含まれているもんですから、そのおかげでですね、便秘も改善するし、あと桑の葉っていうのはですね、ビタミンもかなり、大量に含まれてるんですね。例えばですね、ビタミン A はほうれん草の10倍で、ビタミン B1、ビタミン2はケールの約2倍、ビタミン E は約10倍、カルシウムが牛乳の約23倍、鉄は小松菜の約8倍含まれているということで、なんか糖尿病や便秘の改善だけじゃなくてですね、ビタミン A は豊富、ビタミン B1、B2 もある、ビタミン E もカルシウムも鉄もだっていうとですね、かなり、いろんなものが含まれている。だから、結果的に動脈硬化を抑制したりですね、老化を予防していくというような作用もあるわけであるんですね。実際、桑の葉茶にはですね、ポリフェノールもかなり含まれていまして、あと、目にいいと言われているルチンも含まれているものですから、どうも桑の葉茶というのはですね、本当に糖尿病以外のものも、随分効果があるようなんですね。で、実は僕はこの桑の葉茶っていうのはですね、かなりいいなと思ってたもんですから、じゃあ自分のところで、作ってしまおうということで、自分のところで桑の葉茶を作ったんですね。ただ、せっかく
せっかく作るんだったら、もうちょっとなんかできないかなと思って、桑の葉茶と一緒にですね、今度はですね、軟消化性デキストリンっていうものも一緒に混ぜたんですね。この軟消化性デキストリンっていうのは何かっていうとですね、これは、まあ、小麦粉やトウモロコシなどの天然のデンプンから、出たものなんですけども、まあ、本当にサラサラしたものなんですけど、これも、やはり、こう、食事を一緒に食べるとですね、血糖の吸収をゆっくりにさせる。まあ、これ実はこの、軟消化性デキストリンというのはですね、医者が処方しているお薬の中にもこういうタイプのものがあるわけですから、まあ、僕が、まあ、開発したというか、まあ、まあ、いろいろ作ってもらったんですね、そういう、このブレイングループ開発の美味しい桑の葉茶っていうのはですね、このその両方のいいとこ取りをした。桑の葉茶のいいところと軟消化性デキストリンのですね、いいところを、両方混ぜて作ったんだよということになります。だから結果的に、桑の葉茶と軟消化性デキストリンの、まあ、両方がいわゆる小腸からの糖分の吸収を抑える。まあ、このダブル効果でですね、血糖のコントロールをしていこうということなんですね。まあ、実際、こう、医者が処方する薬の中でもですね、ベイスンだとか、グルコマンなんてお薬飲まれているような方はですね、同じような作用機序があるんだというふうに思っていただければいいと思います。まあ、本当に、僕自身開業して驚いたのはですね、とにかく糖尿病の患者さんが多い。実際、全人口で言っても日本でも2000万人ぐらいいるんじゃないかと言われている。で、まあ、糖尿病は本当にいろんな病気の原因にはなるんですけど、特に僕が専門としている認知症ではですね、血管性の認知症、さらにはアルツハイマー型認知症すべての、原因になりうるということで、まあ、認知症、まあ、さらに動脈硬化を介してですね、脳梗塞や脳出血、さらには心筋梗塞の原因にもなるという意味ではですね、もう今、いや、俺はね、もう糖尿病なんて関係ないから好きなもの食べていいんだよなんて人は本当にこの国にはほとんどいないんじゃないかなと思ってますので、まあ僕は、皆さんに新しい生活習慣としてですね、美味しい桑の葉茶っていううちのグループのやつを、まあ、もしよろしければですね、ご紹介させていただければと思って今日このお話をさせていただきました。まあ、一緒にリンクで購入サイトの方、Amazon で買えるようになってますのでですね、まあ、よろしければ、そちらクリックしていただければ、またそちらにも桑の葉茶の効果がですね、結構いっぱい書いてありますので、それも読んでですね、いいなと思ったらですね、桑の葉茶ももし購入されるのもおすすめでございます。まあ、そんな認知症がそんな桑の葉茶を売るようなことするなよと思う方もですね、よろしければ、チャンネル登録していただければ嬉しいですし、ああ、桑の葉茶なんてそんなものがあったんだという、嬉しい方が、喜んでいただける方もですね、チャンネル登録していただければありがたいなというふうに思います。まあ、本当に、実際外来をやっててもですね、僕らが薬だけでなかなかコントロールできなくてもですね、何かそういう、まあ、民間療法的なもので、効果が出てるって、その現実にいるんですね。まあそういった怪しげな中では桑の葉茶というのはですね、かなり歴史のあるものだということをご理解いただければありがたいと思います。